長はそれに対して努力されてますか？それは見えないのではなく山本議員が見ていないだけだと思います。最終的には財政支援でするということでよろしいですね？よろしくはありません。10番政治会山本正でございます。まず大枠指定管理について質問します。市長が掲げる財政対策として令和5年度予算で大幅な削減がなされた各団体においては今後の活動に大きな影響が出てくるものと思っておりました。まず安芸高田市観光協会解散という結果が出ております。しかし新年度2ヶ月が経過し令和4年度の決算が報告される中で昨年と同様に光熱水費の極端な高騰が運営に大きく影響が出ている状況と聞いております。今年度も6月から中国電力も約 30% 近い値上げの発表がありました。今年度大幅な削減をされた団体は事業を縮小して運営を進めていくしかなくなっていると思います。市民の雇用にも影響が出ています。赤字運営では事業に行き詰まる可能性も出てきていると思います。そこで伺います。1点目、これからのスムーズな運営を確保するため財政支援、昨年度光熱水費の高騰で補正予算を組まれましたが指定管理料カットされたが、そのような財政支援の考えは終わりでしょうか？市長に伺います。答弁を求めます。石丸市長、反問権とはどういう意味でしょうか？質問の中身においてが分からないということではなかろうかというところと、描写がよく分からないところだったのでそれを確認したい。2つあります。はい、じゃあ反問権は許します。はい、石丸市長。はい、まず一つは通告文のままを読まれたと私も今認識をしているんですが、令和4年度の決算が報告される中でというのは令和3年度かなと思ったんですが、それでよろしいでしょうかというのが一つと、もう一つは、スムーズな運営とあるんですが、スムーズな運営とはいかなるものか、もう少しもし補足が可能であれば詳細にご説明をお願いします。決算報告書は令和4年1月1日から4年12月31日までの決算報告書が出ております。それからスムーズな運営というから、それはスムーズな運営というから市長、スムーズという言葉がお分かりにならんですか？これ通告は1週間前にしとるわけですよ、議会始まる前に。分からんかったら調整すればいいじゃないですか。その時点でここで言われたらこの時間の無駄ですよ。その辺は配慮してから市長も反問権使ってください。以上です。答弁を終わります。石丸市長、はい、続いて答弁をできますか？よくわからないままですが、はい、はい、じゃあそこ飛ばします。はい、答弁を求めます。西丸市長。まず一つ目の反問については、
令和4年、昨年とおっしゃったんですが、昨年の1月から12月分が出ている事業者のお話に限定されたということで理解をしました。令和4年度といいますと、もうちょっと期間がずれたりしますのでどうかなと思ったので念のため確認をしました。でスムーズな運営のところについては結局お答えがありませんでしたので、こちらとしてはよくわからないまま答弁をせざるを得ません。でこれについて何かこちらに過失があるような言い方をされるんですが、そうした質問を、曖昧な質問をされる議員の責任が当然意識的に問われますので、その点はご留意をください。ではよくわからない上で、ご説明しますが、まず不正確な描写があったので指摘をしておきます。理解を正しておきます。観光協会の話があったんですが、これは中国新聞の報道等でもその話が出ていました。よって誤解されている市民の方が多いんですが、まずなぜそもそも指定管理料が減額されたかです。不審と理由を持って減額をしています。これまでも観光協会の経営改善にいろんな手法で関与してきました。でその最終局面として指定管理を見直すと、その妥当なラインを探ったところ、決算ベースで協会は繰越額が800万ほどありました。800万手元にあるんですね。なのでそこに対して今まで1400万毎年入れてたんですが、800万はあるのでこれを除いた額ということで700万前後ですね、これを指定管理料にしています。1400万から確かに半減なんですが、半減した理由はここに800万あるからです。ゆえに理屈の上で補助金が減額したことによって事業は継続できないというのは起こり得ないはずです。そのように確認をして事務局と協議をして指定管理料を決めています。なのでなぜこのような言説が出てきたのか、それがまかり通っているのか、執行部としては非常に以下に苦しんでいる状態です。中国新聞を中心に根拠、裏を取らない報道をされると非常に迷惑なので気をつけていただきたいなと思います。で質問についてですが、スムーズな運営よくわからないままなんですけども、そもそも論だけお伝えすると、指定管理者制度というのは民間の事業者の活力を行政に取り込むのが目的となっています。よって事業者の経営努力が最優先であり、今お話にあった市の財政支援というのは最終手段です。そしてその最終手段であるがゆえに厳密に取り扱わなければなりません。削減をした理由を聞いとるわけじゃないんです。昨年度神楽門前東寺村とか高宮湯の森、電気光熱費なんか足らないからとか800万とか600万補正を組んだ現状もあります。またこういう中で今年電気料金が値上がりしている中で、また大幅に資金が足らなくなるいう状況は目に見えとったはずです。最終手段だと言われましたが、最終的にはじゃ あのこの赤字補填、光熱水費とか足らなくなったら最終的には財政支援でするということでよろしいですね。よろしくはありません。その時々の状況に応じて個別に判断をします。一律的な方針はありません。対処はありません。まあその時々の状況判断でやると言われたら、指定管理を受けた業者団体はその時点で撤退か廃止か判断するしかないと思うんですが、そういうことが起きれば市民生活とかそこの雇用問題とかに大きな影響が出ると思うんですが、
その辺についてはどのように考えてそういう判断されるんですか。当然ですが、損失は最小化し、利得を最大化するように判断をします。その意思決定判断をするために指定管理者制度というものは存在します。それを考慮しなくてもいい、する気がないんであれば直営でずっとやっていけばいい話です。そのようには飽きたかだし、ずっと前からなっていません。まあそういう判断でされるんでしたら、今でも団体の中では活動が半減したとか中止になったとか、仕事に来てくれという要請がなくなったと、市民にとって活動する場合がなくなって困っていますという意見がよくあります。財政だけではなく市民の福祉の充実についてもっと考慮して、それを指定管理制度の在り方、指定管理者の今後も継続していけるような対策を取っていくのが市の役目ではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょう。山本議員に限らずなんですが、議員の多くの方が理解されているのかされてないのか分かりませんが、改めてお伝えします。この町の財政は現在もですが、これから先ますます縮小し続けます。これはもう回避不能な現実です、事実です。その中で優先順位を決めて対処をしています。で、特にバイタルな、必要不可欠な、ないと困るもの、これが最優先です。今福祉とおっしゃったんですが、福祉もいろんな分野があります。その中でどうしても削れないもの、それらをまず残す。インフラという言葉がありますが、社会基盤なくてはなりません。それらを何とかしてできる限り維持するために、それ以外のものを何とか削らないといけない、抑えないといけない、そういう判断をこれまでもしてこないといけなかったですし、今やっています。そしてこれからはもっとやらないといけなくなります。ですので、何でもかんでも残したいというのは現実味のない夢物語です。どうか現実を直視していただきたいと思います。市長、私は何でもかんでも残してくださいとは言ってませんよ。優先順位があると言われますけども、市長はそれに対して努力されてますか。補助金とか指定管理料とかいろんなものを削るばっかしで、その対策についてこれをこうやったらいいとか、これをこうやっていったら市民のためになるという努力がされてますか。お金がないんだったらなぜ国とか県とか補助金制度がいろいろあるはずですよ。そういうのを利用するいう考え方が全然見えないんですが、その点について市長の考えを伺います。大変恐縮なんですが、それは見えないのではなく山本議員が見ていないだけだと思います。一つ事例をお伝えすれば、これは先川議員がよからぬまとめ方で議会代理に載せられてたんですが、国県に対する要望陳情、この5年間では私が最も行っています。最も要望したからといって何でもかんでももらえるわけでもありません。で、その中で一つ挙げるならば、何がいいでしょうか。携帯電話の電波が入らない地域の解消、昔から携帯電話が登場した時からある問題ですが、ようやっと今年度
それこそ国の制度を活用し、今その俯瞰地域というんですが、この解消に取り組んでいます。これが事実です。で、山本議員はまたその前段のところで、私がそういう努力をしていないかのようにおっしゃるんですが、これまでそうした形跡が見られなかったというのが私の受け止め方です。まずそもそもこの町はそうした取り組みをしてきていませんでした。なのでです、私が就任して以来まとめて片付けなければならない事態に陥っています。手遅れに近いほど後手に回っています。今まで何をしとったのかと。残念ながら多くの市民はこの認識を持てずに今に至っています。5年10年20年前から分かっていた事実です。20年前というのは市が合併した時です。何のためにそもそもです市になったのか、その目的意識が明確に共有されているんであれば、今こうして慌てる必要などあるはずもありません。がもう過ぎてしまったことですので、改めてここから巻き直そうと今取り組んでいます。その努力の最たる例で言えば、道の駅年間2700万円も支出しているあの指定管理を少しでも抑えようと努力をしました。ご認識がなかったんであれば、改めてきちんと認識を持っていただきたいと思います。市長は県や国の要望は私が一番よくやってると言われましたが、その結果とかどこに行ったかという情報は一切見えてもおりません。もしその行かれたんなら、どこどこへ何時何分誰々に会ったという依頼結果について公表してくださいよ。そしたら認めます。何もの情報を出さないで認めろって言ったって、そういうわけにはいきません。それだけしっかりと国県に要望しとるんだったら、中身を説明してくださいよ。そしたら納得しますよ。それから最後に言われましたけど、道の駅について言及されましたけども、市長が私を名指しで対案を出せと記者会見で発言されております。私たち議員は無印食品が悪いという言葉は一切言ってませんよ。無印食品の事業が悪いという発言は誰もしてません。市長が先ほども他の議員さんにも言いましたけども、ルールを守れルールを守れルールが大事だという何回もおっしゃってます。だからそれについてはルールを守ってないから。山本議員に申し上げます、はい、通告より離れておりますので、はい、いやいやお願いします。答弁に対しての質問ですから、うん、だから産直の出店について認識を改めてくださいよ。ルールを守ってないのは市長の方ですよ。だからルールを守って市民や議会にしっかり説明して理解を得れば賛成しますよ。ルールを守らないで賛成しろというわけにはいかないってこの間言ったでしょ。それについて思いますか。一問一答なので区切ってもよろしいですか。まず一つ目ですが、市長の動向については今全部公開されています。全部されてますか。されてます。何を根拠にそのようなことをおっしゃるんですか。じゃあされているというのを今お伝えしましたので、後で読んで理解をしておいてください。状況を
知らせてないじゃないですか。主は慎んでください。それこそ省庁に行ったとかですね、書いてあります。何時何分何日どこで書いてありますので、それはまず、認識をされてなかっただけです。はい、載っています。中国新聞にはですね概略しか出ないんですけども、あのレベルではなくてかなり細かく1日の動きが5分10分15分単位で全て刻んであります。なのでまずそちらをご理解ください、お読みください。今私はさっきの秘書の答弁で道の駅についての判断私言いましたよね。それについてはどう思うとのかって聞きましたよね。私たちは一つも賛成は反対だとは、事業内容については言ってませんよと対案を述べるという歌言われましたけども、事業内容について反対してないんだから対案を述べる必要ないでしょ。私たちがなぜダメを出したのか言ったら、先ほども言いましたように手順を踏んでないと、市長が言うようにルールを守ってない、だからこれはダメですよとやったんですよ。そこについての考え方を、せっかくなのでお伝えすると、一問一答というルールがありますので、先ほど区切ってお答えしますと伝えました。なので一問一答の形に今戻ってきています。ルールを守りましょう。その上でご説明するんですが、まずですね、山本議員の発言については明確にどのようなものがあったか、この場で記録もされているはずですが、それに基づいて批判を展開しました。事実誤認などではないはずです。まずそれが一つです。でその上でなんですが、これも先ほど来何回かお話ししています。やり方とおっしゃるんですが、専決処分に対する賛否、これは過去の事象に対する評価です。それは議会がどのように判断されようとも議会の権限ですので当然に有効です。もっとも完了してしまった話、変えようがない事象を理由に補正予算、こちらを反対されては執行部として手の打ちようがないと2回ぐらい先説明をしました。で、説明が足りないと今もまた重ねておっしゃったんですが、説明は先決の時、それから補正予算の審議の際にしています。あれでも足りない説明があるとおっしゃるんであれば、どこがどのように説明が足りないのか明らかにしていただかなければ、執行部としてあれ以上説明のしようはひとまずありません。無印良品の出店に関して、ちなみに無印食品じゃなくて無印良品ですね。なので無印食品に対する意見はここ誰も言ってないのは当然です。無印良品に対する、その判断、そこに文句がないと、手法だけだとおっしゃるなら、どのような手法を望まれるのか、それを言ってもらわないことには執行部は動けません。これ何回もお伝えします。先週金曜日時点で通知を出していますが、どなたでも結構です。どのような手順を必要とされるのか明確にしてお伝えください。いかがだったでしょうか。どうにかして石丸市長に難癖をつけ責任を負わせたい山本議員、しかし喋れば喋るほど特大ブーメランとして山本議員に返ってくる恥ずかしさ、もう喋らないでくれと思ってしまうレベルですね。皆さんはどう感じられましたか。ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。